マリンスタジアムです。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。ロッテ、ソフトバンク、このゲームの模様を選手それぞれのコメントを挟みながらご覧いただきます。この放送の解説は松川日郎さん、石田幸弘さん、このお二方でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの二人。はい、こんばんは。ベンチ裏から選手のコメントや情報を我々2人がお伝えいたします。お楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。今日のゲームまもなく始まります。さあ、今日の先発のマウンド、小林弘之、ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。魂を込めて投げ込むスライダーの前に打者のバットは空を切る。打席に立てば野手顔負けの打撃も披露する交流戦初代 MVP 小林弘之。リーグトップクラスの守備範囲の広さと盗塁は身体能力のなせる技。鷹の牽引は任せたぞ。 V 奪還のリードオフマン大村直行。最初の1球、初球外に来ました。いやー、西崎さん、今のボールは何でしょう。チェンジアップじゃないですか。なるほど、チェンジアップですか。さあ、バッター大村、さあどうでしょう。あっと、今度はインコース、これは大きく外れてボール2つになりました。さあ、ホークス、果たしてどんな試合になるのでしょうか。縦のスライダー、ワンツー。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割7分、強烈な当たり、抜けた、間をきれいに破りました。ヒットになる、ライトへのヒットが出ました。今まっすぐが高めに行ってたんですけどね。はい、その高めの球では打ち取れませんでした。自慢の足と巧みなバットコントロールで今やリーグを代表する遊撃手、ホークスの鍵を握るプリンス、川崎宗則。川崎、7回目のシーズンを迎えています。さあ、初球です。低めのボールを打って右へ、ファウルボール、いきなりランナー一塁としています。どこに構えるか、膝元へ決めてきました。2ストライクです。さあ、バッターはどうする。落ちるボール打ちました。これはファウルグラウンドだ。またしてもファウルです。さあ、4球目、ボールのようです。3球とも低いコースに来ました。さあ、何を見せるか。ランナーがスタートします。さあ、ヒットエンドラン、抑えた。やっとファーストランナーはアウト、一塁アウト。ノーアウトランナー一塁の場面、一気にアウトが2つになりました。ランナーはありません。今のストレートでしたけどね。ああ、なるほど。そして凡退ということになりました。マウンドは先発ピッチャー小林弘之。どこから攻めるか。最初はストライク、カウント1ストライク、ノーボールです。昨シーズンの成績出ていましたが、2割9分7厘のアベレージ。これは強い当たりだ。しかしファウルボールです。今のは打ち損じって感じがするんじゃないですかね。はい、そうですね。あっと、強烈な当たり、あっと、抜けました。ヒットになります。センターへのヒットが出ました。ちょっとボール自体がね、甘かったですからね。そうですよね。まあ、打たれても仕方がないということでしょう。個人成績よりもチームの優勝を口癖に引っ張る大黒柱、ここに打撃の神が。これも鋭い当たり、やった。一塁塁間も抜けていきます。これでこの回3本目のヒット。松中、最初からヒットが出ました。40本超えのホームランと持ち前の明るい性格でファンを沸かせる怪力男、チョップチョップパナマウンガークリオズレータ。はい、1球、初球振りません。ワンストライクです。すでに3本のヒットを許しています。このボールは、この球は入りません。ワンエンドワンです。なおもツーアウトです。さあ、3球目、それはボールになります。ボールカウントワンエンドツー。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割1分9厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が43となっています。まっすぐで決めました。本当低め中心の組み立てになってますからね。はい、ここまでは低めに集めています。このストレートは入りません。さあ、フルカウント、ランナーはスタートを切っています。これもいい当たりだ。あ、これはファウルグラウンドです。当然ランナーは一斉にスタート。さあ、どうだ。これはファーボール。これで全ての塁上にランナーということになります。ツーアウトながら満塁、いきなりピンチを迎えています。三塁不在のホークスに名乗りを上げた新星、秋山教室筆頭生として球史に名を残すプレイヤーとなれ、
江川智明。さあ外から攻めていきます。さあカウントはワンナシング。自らピンチを招いています。次の2投目ストレート打ちました。さあこのゴロはどうだ。サードが取ります。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ここで先制したかったんですよね。はい、後が続きませんでした。1回の表が終了。ホークス2アウトフルベースのチャンス。得点には結びつきませんでした。そしてホークスの先発ピッチャー和田、さあどんなピッチングを見せるのか。彼特有のフォームから遅れ出る手が打者を惑わす。3年連続2桁勝利、マジックハンド投球、和田剛。しなやかに躍動するその姿は数字以上に見るものを魅了する。敵を切り裂く疾風の狼、西岡剛。1回の裏マリーンズの攻撃、何から持ってくるか。初球見送っていきます。ボールにしてきました。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割6分8人のアベル、そしてホームランの数が4となっています。2球目はどうするか。これはストライク。ちょっとバッター唖然としてますよ。はい、狙いが外れました。さあ次の3球目、変化球はわずかに外れました。ワンエンドツーになりました。西岡4回目のシーズンを迎えています。バッティングカウントになったが、これは際のいいボール外れました。ワンスリーです。さあバッター西岡、さあ5球目、低めのボールか。これはピッチャー正面、一塁はアウト、余裕がありました。西岡ピッチャーゴロに終わっています。その打撃スケールはすでに1軍クラス。人体断裂の大怪我を乗り越え、レギュラー取りを目指す天内久雄。何を投げてくるか。最初は変化球持ってきました。この球は外れています。まずはワンアウトにしています。さあどうでしょう。これはカーブでしょうか。ちょっと今のコースはね、頭の中になかったんですね。はい、ここは読み通りの球は来ませんでした。さあ3投目、高めのボール打ちました。またしてもピッチャーです。あっと抜けた、抜けていきます。ヒットになった。ここで先制のランナーが塁に出る。平打ち、センターへの打球はヒットになりました。力強いスイングと巧みなバットコントロールを併せ持つ千葉の安打製造機。中心打者としてチームを引っ張る福浦和也。さあ初球をしっかり叩いた。これはファウルグラウンドだ。ああ、ファウルで良かったですよね。甘く入ってましたから。そうですね。2投目わずかに外れてワンエンドワン。これは釣り玉、引っかかりません。初回からヒットを許しています。3投目、あっとワイルドピッチでしょうか。その間にファーストランナーはセカンドを狙います。今拾ったかどうか。ここでワイルドピッチ、バッターの3番福浦。さあバッターどうい、あっとこれは強い当たりだ。右へ行った、大きな打球、行った、先制のツーランホームラン。入った、入りました。変化球打ち返した打球はあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。今ホームイン、2対0。今はどうでしたでしょうか。これはもう技ですよね。もう技でホームランにしましたよね。あ、そうですね。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。ボビーマジックの一つ、日替わり打線のコアとなる常識を覆すつなぐ4番、今シーズンもその座は譲らないサブロー。初回からいきなりホームランを打たれています。どこから行く。これも痛烈な打球、抑えた。ファーストへ送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。サブローサードゴロに終わっています。チームリーダーとしてナインを引っ張り、気迫あふれるプレーでチームを盛り上げる頼れる兄貴分マット・フランコ。すでに2点を奪われています。さあ1球目、最初から際どいコースできます。ワンボールになりました。バッターの DH フランコ、次の2球目、バットが出ません。今のはね、バッテリーが上でしたよ。はい、狙いが外れました。
初回からの失点、あとはきっちり抑えたいところなんですが、さあ3球目はどうか。低めいっぱいに決まります。2エンド1。さあ4球目、外のボール打ちました。打球は右ラインギリギリ、これがファウルボール。今のは危ない球でしたけども、まっすぐ飛ばなくて助かりましたよね。そうなんですね。さあカウント2エンド1、なっと空振り三振、3アウトチェンジ。今のはいいカーブだったと思いますけどもね。はい、落ちるボールで三振を取りました。さて試合は2点差となって2回に入っています。16年目にして初めて規定打席に到達。今シーズンも首位打者争いに期待したい宮地勝彦。このゲームの最初の打席になります。どこから攻めるか。初球は変化球から入りました。さあワンボール。7番バッター宮地、次の第2球まっすぐ打ちました。ピッチャーの正面、抜けた、センターに抜けます。さあヒットになった。センターへのヒットを放ちました。大学ナンバーワンの長打力と肩の強さは強打者の証。人を引きつける能力にリーダーシップの資質を感じる将来のミスターホークス、松田信弘。さあ最初の1球バントして当たりません。ワンナッシングです。この球はどうでしょう。低めインコース、ちょっとバッター唖然としてますよ。はい、ここは狙い通りとはいきませんでした。さあ勝負するんでしょうか。あっと打った、左への打球になりました。ラインの外、今のはファウルです。次の4球はストレートできました。2エンド1になりました。さあ何を見せるか。あっと空振り三振、低めだけで三振を取りましたよね。はい、低いコースで三振を奪いました。右肩痛で泣いた男も巡ってきたチャンスでまさかのブレイク。打撃が不安も明るい性格で突き進んでほしい。正捕手は俺のもの、的場直樹。最初のボールを決めました。ボールカウントワンストライク。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割にも達していません。そして放った本塁打の数も2となっています。外、これは外れていきます。ワンストライクワンボール。さあ第3球、今度もまっすぐできました。2エンド1。さあ4投目、連続三振、きれいに落ちた。結局スイングアウトの三振です。ここで打順が一巡します。大村、左のボックスです。2アウトになりました。1投目、初球ストライク、ワンストライクノーボール。今日2度目のバッターボックスに入っています。2球目はどうか。まっすぐ持ってきました。2ストライクノーボール。次はどんなボールを持ってくるか。鋭い当たり、あっと抜けた、きれいに破ります。ここでヒットが出た。大村今日2本目。そして打順が変わります。川崎、ランナーを返したいこの場面となりました。これも強烈な打球、あっと破った、きれいに破りました。止まりました。セカンドランナーは三塁ストップ。この回3本目のヒットが出ます。2アウトフルベース、同点のチャンスとなりました。クリーンナップという場面、カブレラ。ああ、バッターボックスです。このクリーンナップからはね、繋いでいきたいですよね。はい、しばらくはピッチング歪んできません。まずは見送りました。ワンナッシングです。2回目の打席はどうでしょうか。第2球、これは縦のスライダー、ボールを低めに集めます。バッターカブレラ。さあ3投目、これは変化球でしょうか。さあバッター追い込まれています。次の4球目、これも痛烈な打球、抜けた、きれいに抜けた。三塁ランナーが今ホームイン。2対1、さあタイムリーが飛び出した。1点を返します。1点差にしています。ここで打順は DH へ回ります。松中、その注目のバッターボックスです。これ試合をひっくり返せるというね、状況なんですからね。はい、試合の流れを左右する大事な場面です。まず外から入りました。ボールカウントワンストライク。この2回のピッチングも球数が多くなっています。さあ2球目は、これも強烈な打球、これはファウルグラウンド。
さあ次のサインは、ガーッと打ちました。打ち上げてセンターです。サブロー、カバーオンでヒット、打ちました。今サードランナーがホームイン、2対2、追いつきましたホークス。点を取られたらすぐに取り返します。同点です。そして5番に打順は回ります。グレータ、そのバッターボックスです。ここでホームランバッターにね、これ回りましたのでね、はい、ここは要注意、一発があります。初球、村本インコースに来ました。今のはね、バッテリーが上でしたよ。ええ、確かにバッターおやという感じがありました。2球目はどうでしょう。低いボール決まったが、バッターは慎重に見ています。さあ1球様子を見るのか。低めの変化球は外れました。ボールにしてきました。さあ4球目、打って打球は左へ、今のはファウルになります。2エンド1変わりません。ガッといい当たり、この打球です、この打球です。ご覧いただきましたが、この打球、勝ち越しの満塁ホームラン、きれいに捉えた。変化球捕まえた打球はレフトスタンドに消えていきました。今ホームに戻ってきました。6対2、今タッチしてベンチに向かいます。さあ勝川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。まあバッターもね、しっかり照準を絞って打ちましたよね。ですね、はい、4点を加えます。この回6点目、追いつかれましたがあっという間に勝ち越しました。さあもう一度見てみましょう。初めてのピッチャー交代です。高木、これでいいと思いますよ。ツーアウトからマウンドに上がります。ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ベテランならではの豊富な経験を土台に、思わぬ登板にもしっかりと試合を作る高木浩二。打順が移ります。笑顔、バッターボックスに入っています。さあホークス、さあ勝ち越しとなる満塁ホームランが出ています。どこに入れてくるか、あっと打った、抑えた、一塁に送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあマリーン、4点を追いかけます。グレータ選手に協賛企業よりウイスキーとドリンク券が贈られます。ここぞという場面できっちりと打ってくれる、まさに頼れる主砲。チームを愛しファンと共に突き進むベニー・アグバヤニ。初回からの失点、立ち直りを見せるんでしょうか。最初の1球、打っていった、セカンドが抑えます。ファーストへ、一塁、これは悠々アウトです。ベニー、セカンドゴロに終わっています。昨シーズンはファームでポテンシャルの高さを十分見せつけた。今シーズンは満を持して爆発するぞ。静かなる巨人、バルパスクチ。すでに2点を与えています。第1球はどうか。外めのボールから来ました。ワンストライク、ワンアウトになりました。2球目はどう攻める。外の次は中、鏡をついてきました。これは打ってもヒットになりませんよ。はい、今の変化球は素晴らしいボールでした。さあ1球様子を見るか。これはストレート、バッテリー外してきます。さあ4投目、見逃し、これは身動きできません。確かな足取りで成長を続けるこの男には、日本シリーズ MVP ですら通過点に過ぎない、ミスターマリーンズの後継者今江俊明。先頭打者は内野ゴロ、その後三振を取っています。さあ1球目、まずはストライク、ワンナッシングです。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。どこに構えるか、あっとこれは痛烈当たり、ショートです。ショートが抑えます。間に合うか、アウト、一塁アウトは3アウトチェンジ。2回の裏を終了、マリーン3人で攻撃を終了しています。
3回の表ホークスの攻撃。ホークスの先頭バッター宮城、左の打席です。2回の前の打席センターへのシングルヒットを記録しています。初球スライダーで入りました。カウント1ストライクノーボールです。これが2回目のバッターボックス。さあ第2球入れてきました。直球で追い込みました。この3球目はどうする。変化球は入りません。この球は入りません。さあ次の4球目は今度はまっすぐ。カウント2エンド2。次が5球目低め落ちました。一塁線転がった。しかしファウルになります。カウントそのまま2エンド2。あっとスイングアウト。まずは先頭バッターから三振を奪いました。バッター松田、3回表ワンアウトです。まずは三振でワンアウトを取っています。どう組み立ててくるか。高め、これはファウルグラウンドだ。ファウルです。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。さあ次のボールは変化球を打っていった。ショートへの当たり、ショートが取ります。一塁に送ります。一塁これは余裕でアウト。松田ショートゴロに終わっています。打順が移ります。的場、3回の表2アウトです。さあ初球です。初球は手を出しません。さあカウントはワンナシング。マリーンズファンでいっぱいの千葉マリンスタジアムから実況生中継でお送りしております。落ちる球を持ってきました。ワンエンドワン。2回の第1打席空振りの三振に倒れています。3球目ザモト、2ストライク追い込んでいます。さあ4球目、あっと強烈な当たり、ここになる。打ったバッターは2塁へ。2塁はどうだ。ツーベースヒット。的場レフトへのツーベースヒット。さあランナーは出ました。大村、左のバッターボックスです。この回ツーアウトまでは簡単にいきました。しかしその後ツーベース、これもいい当たりだ。ファーストへの打球、一塁これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。3回の表が終了。ホークス得点はありませんでした。マリーンズが勝利した際にはヒーローインタビュー終了後勝利のテープが舞い上がります。一発の魅力に巧みの選球眼、マリンの投手陣を陰で支える2枚看板キャッチャーの一人橋本タスク。ここまでの失点が2となっています。1投目はどうでしょう。初球スライダーできました。ノーストライクワンボール。橋本、今年で入団から12年が経ちました。どこに構えるか。これはストライク。変化球、変化球ときました。3回の裏マリーンズの攻撃。さあ3球目、低めの球、このコントロールです。次の4球目、変化しました。この打球はライトへ上がった。ワンバウンド、ランナーが出る。さあノーアウト。さあ勝川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。もういい変化球でしたけどね。もうバットが最後までついていってましたね。ですね。そしてヒットになりました。初球見送っていきます。ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。さあ第2球、わずかに外れてワンエンドワン。ワンエンドワンになりました。さあ3投目、あっと打った、あっと抜けました。止まりました。ファーストランナーは2塁ストップです。さあヒットが飛び出した。西岡ヒットでつなぎました。さあ塁上が埋まってきました。ヘイユ、ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。さあ不安とした三塁線へ、取った、一塁へ送ります。ここは確実にランナーを進めました。ワンアウトになりました。そして次の3番クー、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。さあ1球目、最初はストライク、ボールカウントはストライク。バッターは3番クー。2球目はどうするか。あっと打ちました。先はピッチャーの横、一塁へ、一塁これはアウトです。福浦ピッチャーゴロに倒れました。そして次のバッターを迎えます。
三郎、さあランナーをホームへと迎え入れてくるんでしょうか。低めのボール打った、左に持っていった、レフトに上がった、これ詰まってますよ。さあここは思い通りのピッチングでアウトを重ねました。さあホークス、この後2番から始まります。マリーナ、ここで3番手ピッチャーに変えます。富山、ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。マリーナのピッチャー富山悟、背番号14。自らを究極のスペアと称し、配線処理の役割も自分の仕事と淡々とこなす。優勝するチームにはこんな男も必要なんだ。富山悟。4回の表、ホークスの攻撃、そしてこの回の先頭、川崎、左のバッターボックスに入ります。本当にね、ランナーになると積極的に打った、ガーッと抜けた、抜けていきます。ヒットになった。センターへの打球はヒットになりました。まあ、打たれましたけど、甘いボールでしたね。そうですか、で、その球を打たれました。さあ、ランナースタート、これは外れた、二塁どうか、これは盗塁成功、余裕がありました。さあバッターカブレラ、第2球ボールです。1球2球とボールから入りました。点差変わらず4点差、ホークスがリードしています。3球目はどうぞ、これはボール、1塁ベースが空いています。ランナー貯めて次のバッターは嫌ですけどもね。まあこれ以上塁を埋めてその打席を迎えたくないですよね。はい、まっすぐできました。これは3つ低めに持っていきました。これが今日3回目の打席、これは思わぬコース、3球とも低いコースに来ました。フルカウントまで持ってきた、これはどうだ、フォアボールです。ここでフォアボールを与えました。そして打順が変わります。松中ボックスに入りました。ホークスフォアボールで得点圏にランナーを進めています。第1球は初球外してきました、ワンボールです。松中、ここまで2回塁に出ています。このボールは外の、次は高め、打ちをつきます。まあ照準絞ってたみたいですけどね。はい、ここは読み通りの球は来ませんでした。次は3球、いい当たり、破った、綺麗に破りました。ファーストランナー2塁回った、さあヒットが出ました。今セカンドランナーホームイン、7対2、ライトへのタイムリーヒット、1点を追加します。5点差に広げました。そして次の5番グレート、バッターボックスに入りました。まだアウトカウントはありません。最初のボールは低め、落ちました。セカンドへの打球、二塁へ送ります。二塁がフォースアウト、一塁もアウト、463のダブルプレー。これで2アウトランナー3塁に変わりました。アウトが1つ増えて次のバッターです。笑顔、4回の表2アウトです。第1球、まずは変化球から入りました。ワンストライクです。2回の打席、ショートゴロに終わっています。変化球打ちました、左への打球です。ファーストへ送ります。1塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあマリーン、この後 DH から始まります。松中選手に猛打賞として京産企業よりドリンク券が贈られます。4回の裏、マリーンズの攻撃、 DH からの打順になります。フランコ、左のボックスに入っています。どう組み立ててくるか。その初球は外のボール、ボールにしてきました。今日の3回までのピッチング、許したヒットが4本、そして2失点となっています。2投目は見逃してストライク。さあカウントは1エンド1。初回の第1打席、スイングアウトの三振に倒れています。さあ第3球、あっとわずかに外、ワンストライクツーボール。4回の裏、マリーンズの攻撃、バッティングカウントになったが、今度はインコース、低めにボールが来てますけどもね。はい、低めへの投球を見せました。さあ5球目、あっと打った、フルアラインには、この当たりはファウルボール。ボールカウント2エンド2、変わりません。ストレート、打球はライン際、決めるか、これもファウル、カウントは変わりありません。
変化球打って、これはスタンドに入ってファウルボール。依然2エンド2。あっと三振見えました。トップバッターからまず三振を奪いました。そして次の6番レニー、アメリカ出身。この前の打席はいい当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。さあ1球目、低め打って、これはショート、取った、ファーストへ、一塁、これはアウト。レニーショートゴロに倒れました。打順が変わります。パスクチ4回の裏ツーアウト、どこに入れてくるか。まずは見送りました。ワンストライク。ここまで2点を失っています。さあ2球目は決まりました。2球目も入りました。10打席からの第3球、今度はストレートを持ってきました。バッテリー外してきます。さあ4球目、高めの球、ボールカウント2エンド2。さあ何を見せるか。打った、これはピッチャー正面、抑えた、一塁へ、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあホークス、次の攻撃は下位打線からとなります。5回の表、ホークスの攻撃、7番からの打順になります。宮城、左の打席です。この前の2打席目、空振りの三振に倒れています。どう組み立ててくるか。最初はフォークから入りました。どうですか西崎さん、今日のピッチングはどうでしょう。まあ決していいピッチングとは言えないと思いますけどもね。はい、これからピッチング良くなっていくんでしょうか。2球目、これは変化球、微妙なところ、続けてボールになりました。今日は1回を投げて許したヒットが2本、そして1失点となっています。さあ3球目、これはまっすぐ、ワンエンド2になりました。5回の表、ホークスの攻撃、バッティングカウントになった。インコースへ外れています。5番で見ててボールを低めに抑えて投げてますからね。はい、ここまでは低め中心に投げています。さあ5球目、外れてフォアボール。ノーアウトからフォアボールのランナーを出しました。そして次の8番松田、右のボックス。さあホークス、フォアボールのランナーが出ています。さあ1投目、まず最初のボールを決めていきました。バッター読みが外れましたよ。これはもう間違いないでしょう。確かにバッターおやという感じがありました。次の2球目、外の釣りは内に持ってきました。ボールカウント2ストライク。果たして3球勝負するのか。ストレートを打って、これは三遊間、二塁へ、二塁はアウト、一塁へ、ショートゴロ、ダブルプレー、一塁もアウトです。ノーアウトランナー一塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。でもストレートうまく使ったと思いますけども。ああなるほど、ピッチャーとしては思い通りなんでしょう。最初の1球、まずは初球ストライク、ボールカウント1ストライク。的場、一度の出塁がありました今日のゲームです。2球目、低めいっぱい、ここはあっという間に追い込んでいます。さあ勝負か、どうする。外へのカーブは外れました。さあカウント2エンド1。さあ4投目、打って、これはスタンドに入ります。ファールボール。カウントはそのまま2エンド1。これは際どいか。確かに際どいところに来てますよね。はい、最後まで見ていました。さあどういくか。この打球はどうなる。レフト下ワンバウンド。さあこうなるとダブルプレーがもったいないか。ホークス今日のゲーム放ったヒットの数が13となっています。ホークス2アウトからヒットが出ています。さあ1球目、初球外に来ました。ワンストライクノーボール。ヒットのランナーを許しています。変化球外れました。ボールカウント1エンド1。
今日のゲームはヒット2本という内容です。さあ次の3球目、低めの球決まった、ボールカウント2エンド1。さあ第4球、これは強い当たりだ、低い打球になりました、ライトの前ワンバウンドヒット、さあファーストランナーが2塁へ回ります、ボールが返ってきたがツーベースヒット、ツーアウトながらランナー3塁2塁、追加点のチャンスとなりました。そして次のバッターとなります川崎、左の打席に入っています。さあ今日のバッティングなんですが、3打数2安打、最初はボール、バッテリー1球外してきました。4回の3打席目、センターへのヒットを放っています。次の第2球、これはストライク、今のはねバッテリーが上でしたよ。なるほど、バッターコースを絞っていたんですね。さあ第3球、打っていった、セカンドゴロです、抑えた、ファーストへ、1塁アウトで3アウトチェンジです。さあマリーン、この後8番から始めます。大村選手に大打賞として協賛企業よりドリンク券が贈られます。5回の裏、マリーンズの攻撃、マリーンズの先頭バッター、今江、バッターボックスです。第1球です、まずはボールから入りました、ボールにしてきました。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、ショートゴロに倒れています。次の2投目、アウトコース、1球2球と続けてボールになりました。ここまでのマリーン、ヒットが4本、2得点という内容です。一方のホーク、ヒットが14本、そして7得点という、ガッといい当たり、ショートへの打球取りました、ファーストへ送ります、一塁はアウトになります。前、ショートゴロに終わっています。そしてバッター橋本、左のバッターボックスです。この回もまずワンアウトを取っています。1投目はどうでしょう、ここは見ていきます。さあカウントはワンナシング、これが2回目の打席、次の第2球、左への打球、抑えた、一塁へ送ります、これは一塁アウトです。橋本、サードゴロに倒れました。打順が変わります、西岡、5回裏ツーアウトです。どこから狙うか、その初球ボールから入りました、バッテリー外してきます。先ほどの第2打席、レフトへのシングルヒットを記録しています。どう攻めるのか、ストライク、ワンエンドワンです。今日の奪三振の数は3となっています。さあ3球目、ここは見送ります、ワンエンドツーです。ここまでの失点が2となっています。さあバッティングカウント、どう攻める、低めのボールか、左方向、取った、一塁に送ります、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。ゲームは5回まで終了しています。マリーン3回目の三者凡退に倒れています。マリーン、この場面で4番手のピッチャーとなります。バーン、しっかり抑えてくるんでしょうか。マリーンのピッチャー、ケビン・バーン、背番号42。長身を生かした角度ある直球、攻めの投球が魅力の右腕、バーン。千葉マリンスタジアムは6回の表、ホークスの攻撃。この回はクリーンアップから始まっていきます。カブレラ打席に入ります。最初の第1球、まずは初球見送りました、コーナーいっぱいにコントロールします。今日4回目のバッターボックスに入っています。次のボールは鋭い打球、センター返し、きれいに抜けていきました、ヒットになります。カブレラ、センターへヒットを打ちました。さあ打順が移っていきます。松中、バッターボックスに入っています。この打席でね、今度もいい当たり、セカンドが取ります。2位フォースアウト、セカンドシュート、ファーストと渡りました。ノーアウトランナー1塁の場面、
一気にランナーがいなくなりました。今のストレートでしたけどもね。ああ、これはバッテリーの作戦通りということなんでしょう。さあ、初球わずかに外れてボール、これは外れました。4球で2アウトになっています。まあ初球からでもね、どんどんいってるんですよね。早めの攻撃を仕掛けていったというこの回の攻撃でした。しかしこれは決まりません。さあ、カウントはノーツー。今日のバッティング2打数1安打、ホームランが1本あります。さあ3球目は、しかしこれはボールになります。ノースリーです。バッターズレータ、次の配球はアウトコース、ストライク、ワンスリー。ゲッツーでツーアウトにしています。次が5球目、これも強い当たりだ。レフトへ、レフトへ上がった。ワンバウンド、打ちました。ツーアウトからヒットが出ました。ショートが中継、ツーベースヒット。さあ、タッカさん、今のはどう見ますか。今のはカットボールだと思いますけどね、ヒットになりましたね。はい、その球を打ってヒットにしたのが今のバッティングです。そして次のバッターとなります、笑顔、右の打席に入りました。まず初球、初球インコース、これは反応できませんでした。笑顔、このゲームは塁に出られていません。またストレートできました。147キロです。サインはどう出されたのか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。結局バットが出ませんでした。6回の表までゲームは終了しています。ホークス得点がありません。猛打賞として協賛企業よりドリンク券が贈られます。6回の裏、マリーンズの攻撃返します。この回の先頭、ジェイウチ、バッターボックスに入ります。さあ初球です。初球大きく外れています。ノーストライク、ワンボール。ここまでのマリーン、打ったヒットは4本、そして2点を入れています。ホークスがリードしています。このボールはどうか。低めの球、ストライク。バッター読みが外れましたよ。これはもう間違いないでしょう。そうですか。バッテリーが裏をついたんですね。さあ、3投目。これは強い当たりだ。セカンド取った。しかし、これはセカンドが抑えています。一塁、これは悠々アウトです。西崎さん、まあアウトになりましたが、ボールは何だったでしょう。まあ今のチェンジアップでしょうかね。ちょっと抜いたようなボールですけどもね。ああ、チェンジアップでしたか。最初の球は、最初は見ていきます。枠いっぱいに決めていました。さあ、バッター、クール、どこに構えるか。この変化球は外れています。外へ2つ続けました。今日3回目のバッターボックスです。さあ、第3球、外の次は違和感、鏡をついてきました。これで追い込みました。さあ、4球目、これは外です。2エンド2になっています。さあ、何を見せるか。これは一塁アウトです。クーラ、ショートゴロに倒れました。打順は次に変わります。サブロー、バッターボックスに入りました。何を投げてくるか。初球は手を出しません。いいところへ決めてきます。バッター、サブロー、2球目はどうでしょう。外の球、これは入りました。その前に近め、あれが頭に入ってたと思うんですけども。そうですよね。遊び球あるのか。コーナーついて、ちょっと外れた。この球はボールになります。さあ、4球目。これは枠の外、わずかに外れた。低めが3つ続きました。さあ、5球目、内へ持ってきましたが外れました。本当警戒しすぎるぐらいの丁寧なピッチングですからね。はい、確かに低めの配球が多くなっています。2-3からの6球目、あっと打ちました。左への打球、取りました。1
塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。6回を終了、マリーン4回目の三者凡退に倒れています。ホークスファンの皆様、どうぞご声援ください。7回の表、ホークスの攻撃。ホークスのトップバッター宮地、打席に入っています。今日は1回を投げて打たれたヒットが2本、無失点に抑えています。さあ初球から打って左へ、サードが抑えます。一塁送球、ファースト取って、これはアウトです。宮地サードゴロに終わりました。バッター松田ボックスに入ります。まずはワンアウトを取っています。最初の第1球、まず外から入りました。148キロです。今日の放送席は辰川さん、西崎さん、お二人の解説、そして実況山口不動でお送りしています。変化球持ってきました。平行カウント1エンド1。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、ショートへのダブルプレーに倒れています。あっと、これは強い当たりだ。レフトへの打球はワンバウンド、ヒットになりました。ランナーが出る。西崎さん、まあヒットになりましたが、打れたのはカットボールじゃないですか。そうですか、カットボールですか。最初のボールはここを送りバント、取って一塁へ、きっちりと送りました。これでツーアウトです。打順がトップに帰ってきます。ホームラン、バッターボックスに入りました。ツーアウトランナー二塁です。辰川さん、ホークスのこの後の展開なんですが、やっぱりこの点差があってもね、チャンスは確実にものにしたいですよ。はい、さあベンチからのサインはどう出されたんでしょうか。これはストレート、ツーストライクです。果たして3球勝負するのか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切り取りました。外の球当たりませんでした。7回の表が終了、ホークス無得点で攻撃を終了しました。毎回ヒットは依然継続中です。7回の裏、マリーンズの攻撃。マリーンズのトップバッター、フランコ、バッターボックスに入ります。さあ初球はどうでしょう。まっすぐ追ってピッチャーの正面、抑えた。一塁送球、一塁、これはアウトです。フランコ、ショートゴロに終わっています。そしてバッターは6番、デニー、右のボックスに入っています。この試合許したヒットの数が4となっています。最初の1球、最初はストレートから来ました。1球外しました。7回の裏、ワンアウトになっています。2球目はどうか。高めのボール打ちました。この打球はレフトです。取りました。ベニー、レフトへの飛球に終わりました。そして次の7番、橋口、バッターボックスです。どこから狙うか。初球ボール、この球は外しています。奪った三振の数が3となっています。さあ2球目、この球は外れています。カウントノーツー。さあバッター橋口、3球目、これはまっすぐ、ワンストライク目が入りました。ここまで許したのは2点だけ。さあバッター有利か。外れました。ワンスリーです。7回の裏、ツーアウトになっています。さあ何を見せるか。綺麗に決まった。ツーストライク、スリーボール。さあツースリーになった。ナットスイングアウト三振、スリーアウトチェン、空振りの三振に切って取りました。さあホークス、この後2番から始まります。マリーン、ここもピッチャーを変えます。藤田、ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。マリーンのピッチャー藤田総
左のワンポイントから左の頼れるセットアッパーへと成長を遂げ、優勝に大きく貢献。今シーズンも勝利の方程式の一役を担う藤田総一。8回の表、ホークスの攻撃。この回の先頭バッター川崎、ホークスです。どこから行くか、ここは見ていきます。ここは1球外します。今日は2本のヒットを打っています。ただまああと1本打ってね、猛打賞を打ちたいでしょうね。はい、ボール。バッターに対してボール2つ続きました。今日5度目のバッターボックスに入っています。3球目はどうする。ストレートできました。ここでストライクを取りました。ここまでのホークス、ヒットが17本、そして7点を奪っています。ホークスがリードしています。変化球できました。さあカウント2-2。さあ5球目、スイングアウト。結局スイングアウトの三振です。打順が変わります。カブレラ、右の打席です。カブレラここまでは4回の出塁を記録しています。まずどこに構えるか。最初から丁寧に攻めてきます。この球は入りません。ここまでの全打席です。センター前ヒット、タイムリーヒット、フォアボール、そしてセンター前ヒット。3打数3安打。この変化球は枠の外。2球目も変化球でした。この回はワンアウトになっています。3投目、低めのストライク、ワンツー。まず先頭バッターを三振に仕留めています。さあバッティングカウント、あーっとこれはいい当たり、打ち上げてレフト取りました。これで2アウト。カブレラレフトフライに倒れました。そしてバッター松中、8回の表2アウトです。さあ5回目のバッターボックス、どう組み立ててくるか。初球は手を出しません。ワンボールです。バッターは DH 松中、どう攻めるのか。外のボール、外へ2球持っていきました。松中ここまでは3度の出塁を記録しています。さあ3投目、これも鋭い当たり、大きい打球、センターへ伸びる伸びる。サブロー後ろに下がった、下がった。これは伸びないか、伸びない。ゲームは8回の表を終了。ホークス初めて3人で攻撃を終了しています。ヒーローインタビュー終了後、勝利のテープが舞い上がります。8回の裏、マリーンズの攻撃。この回は8番から始まります。今江、バッターボックスです。どこから行くか。まず際どいコースから入りました。わずかに入りません。ここまで2点に抑えています。この球はどうでしょう。ストライクです。このボールは見送るのが精一杯。ここまで7回を2点に抑えてきました。さあ次の3球目、低めの球が打ちに決まります。ここは追い込んでいます。次が4球目、外を平行カウント2エンド2。次が5球目、空振り。釣り球は大成功ですよ。はい、高めで三振を奪いました。打順が変わります。橋本、ノックスです。さあ3回目のバッターボックス。初球はうちから入りました。枠をいっぱいに使ってきます。今日の奪三振の数は5となっています。このボールはどうか。アウトコースへ決めました。このカーブで追い込んでいます。さあ次のサインは、
これはボールになります。2エンド1。次の4球目、ストレート打ちました。もたついている。これをカバー、一塁に送ります。これは間に合いました。アウトです。橋本ピッチャーゴロに終わりました。次のバッターに変わります。西岡バッターボックスに入っています。確かにこのバッターはね、まあ塁に出るとすぐに走りますからね。はい、とにかくまず塁に出なければなりません。最初はチェンジアップを持ってきました。さあワンボール、先頭バッターは三振。その後は内野ゴロに終わらせました。さあ次のボールは、まっすぐ落ちました。これはセカンド、セカンドが取ります。ファーストへ送ります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。8回までゲーム終了。マリーン、この回も3人で攻撃が終了しています。場内で不審物を発見された場合は速やかに9回の表、ホークスの攻撃、5番からの打順になります。グレータ、右のバッターボックスに入っています。第1球、最初は高め、ワンストライクノーボール。この前の4打席目、レフトへのヒットを放っています。ツーベースでした。2球目はどうか。ストレート、ワンストライクワンボール。ここまでは4打点という成績です。さあ3球目はどうか。外角いっぱいに決まりました。これで追い込みました。さあ第4球、外の次は村本インコース。さあカウント 2-2。 さあ何を見せるか。鋭い打球、飛びました。一塁へ、一塁楽々アウトです。グレータショートゴロに終わりました。そして次の6番江川、ボックスに入ります。まあ他のスタメンが全員ねヒット打ってますのでね。はい、それをこの打席も見ることになるんでしょうか。初球ストレートできました。ノーワン。このゲーム両チームともにホームランは1本となっています。2球目です。この場面は変化球できました。ワンエンドワンになりました。今日の打席内容です。サードゴロ、ショートゴロ、サードゴロ、そして見逃し三振、4打数ノーヒット。ストレートできました。ここは追い込んでいます。さあ4球目、ストレートを持ってきました。ツーストライク、ツーボール。次が5球目、おお、これは見送ってボール。ボールカウント 2-3。 さあ2エンド3、変化球打った、レフトに上がった。今のは変化球に詰まってますんでね。ああ、なるほど、ピッチャーとしては思い通りなんでしょう。江川、レフトへの飛球に終わりました。そしてバッターは7番宮地、ボックスに入っています。初球はどうか。まっすぐを打って、右への打球です。ファースト取った。そのままキャンバスに入って3アウトチェンジ。さあマリーン、5点を追いかけます。勝利のテープ販売は球場2階のブックショップとライトゲート売店にございます。ホークス先発ピッチャーマウンドを降ります。マハリードを大きく取っての登板となりました。さあ最終回どんなピッチングを見せるのか。150キロを超える快速球に多彩な変化球を操る本格派、ストッパー不在を見事に埋めた新守護神はこの俺だ、マハラ貴大。9回の裏、最後の攻撃になりました。マリーンズの先頭バッター、レイウチ。最終回の裏、ノーアウトです。第1球はどうか。行きました。右方向へ。一塁線、これはファウルになりました。2番バッター、レイウチ。さあ、次はどう攻めるか。低めインコース、ワンエンドワンです。
9回の裏マリーンズの攻撃。次が3球目。強い当たり、これはファースト取った、一塁に送ります。一塁、これはアウトです。さあ西崎さん、今は何のボールで打ち取りましたか？はい、カーブです。ああ、カーブなんですね。どこから攻めるか。初球振りません。今のはね、バッテリーが上でしたよ。はい、バッター狙いが外れました。ワンアウトランナーはありません。さあ2球目、今のはボールになります。ワンエンドワンになりました。今日の全打席をご紹介しましょう。そしてツーランホームラン、ピッチャーゴロ、そしてショートゴロ、真っ直ぐ落ちました。これはセカンドの上、取ってそれでツーアウト。クーラ、セカンドライナーに倒れました。そして次の4番サブロー、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。勝利まであと1人になった。初球は低いボール、ノーワンです。順調にツーアウトにしています。さあ2球目、これは見送りました。2球続けてのボールとなりました。これが4回目の打席。さあ3球目はどうか。決まった、外いっぱい、低めを丁寧に攻めています。2アウトになっています。さあバッターちょっと有利か。これはカットボール、ボールカウント2エンド2。あと1人、外れてボール。今のは振ると思いましたけどね。はい、振ってもおかしくないボールでした。ツースリーからの6球目、このボールはフォアボールです。フォアボールのランナーを許します。そして次は DH フランク、打席に入ります。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後にフォアボール、ランナー許しました。最初から際どいコースできます。ストライク狙ってきたんでしょうか。今日4度目のバッターボックス、2球目です。ガッといい当たり、取ってゲームセット。この試合は7対2ホークス、マリーンズを破りました。最後までリードを守りきりました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。ロッテ対ソフトバンク、ご覧いただきました。この放送の解説は勝川光雄さん、そして西崎幸弘さんでした。楽しい解説をありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。